どうもケミカルホープです。今日はコーティングのメンテナンスということで、簡単に説明させてもらいます。まず洗車から始まり、ホイール、タイヤハウス周りのあれをきれいにさせていただいて、で、コーティングが乗ってますんで、コーティングを、壊さずにメンテナンスさせてもらった作業をしてもらさせてもらいました。具体的に何かと言いますと、コーティングはやっぱりダメージ食らってますので、1年2年経てば
まあ、それをメンテナンスという形で表面を真っ平らにしてまた元通りの光沢に戻すという作業で、まあ、プロによる機械の施工も入ってますんでこんな感じで、光沢も出て、コーティングしたてのような輝きに戻ったと思います。で、子ども店長この子うちの、お友達の子供なんですけど車が大好きで頑張ってやってくれてるんでまたこれからもよろしくお願いします。まあ、今日は滋賀県の、LR モーターさんで作業させてもらいまして、ケミカルホープは、施工業者さん向けにも、コーティング剤、撥水剤とも提供させ販売させていただいてますんで、もしよろしかったら気になりましたらご連絡の方をいただければと思います。でまた一般でも洗車でも後でも使えるような撥水剤を販売してますんでこちらの方はハイパワーグロスといってまあ、コーティングした後の車でも洗車の後でもこれを塗り込むと強烈なツヤと撥水をしますんで気になった方は一回お試しもありますんで試していただければと思いますんでご連絡の方いただければと思います。あとネットでもショッピングの方で販売もしてますんでケミカル用品一式ありますんでぜひご覧いただければと思いますんでぜひケミカルホープをよろしくお願いいたします。はい、今日ですねこちらの車の方メンテナンスさせてもらったところで、LR モーターさんに場所を提供させていただいて手伝いもしていただいたんです。で僕が結構磨きとかで結構おすすめするLR モーターさんになりますんで、滋賀にお住まいの方とかでありましたらまた LR モーターさんの方に問い合わせください。では LR モーターさんの目方さんに変わります。株式会社 LRN と申します。自動車販売僕は主に、車のコーティング磨きをさせていただいてます。車検の方もやってますんで今後ともよろしくお願いします。ケミカルホープをこれからよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。